値がですね、まずね、はい、昨夜から今朝で230出ました。だから昨日の昼間は30売れてるから260、やっと200超しました。もう1日200超えしたら退院できます。ただね、そのやらなきゃ。4回ぐらいはやらなきゃかな。1日まだ。まあ食べる量が増えてくればもっと減らしてもいいかもしれないけど、大体6グラムぐらいを用意しといて5分を。まあ、1回かないし2回だね。最大でも2回、5分の間にはまあ3分か5分休憩を挟まなければですけど、はい、一力で食べたのは昨夜はね、ドライを 1g とチムシが食べてなかったです。野菜を 1g、 朝一の体重は686です。ちょっと減ったかな、690、690。この日はちょっとおかしかったんだけどそうですね。でおしっこの裏見た感じは綺麗になってきました。からここの腫れもだいぶ見た感じはいいんですが、やっぱりね、出てる糸をさ、先っぽをね、かじるね。でも一応ついてます。だから今二重でついてはいるんですよ。まあ最初のやつも私抜歯してないから、でその辺の内が上っかりもう一周巻いてあるんですけどね。でも日中いじるっていう感じはないんだけど、でもさ、ああやって今そう、ああいう感じで気づかない間にやってるんですね。ほらほら多分ああやっちゃうんですよね。ちゃんとやりますよね。だから難しいところなんですけど、家ではやっぱりあのカラーはやれない、やれますよ。だから出します多分。だって夜はつけとかんと危ないからさ、ね、ずっと私も見てられない、うん、そんなだってここでもさ見てるとは言ってもさ、うん、今みたいにああいう風でしょ、うでね、24時間っていうかいる間ずっとこの子ばっかり見てるわけにはいかんのでね、うん、だからあれは上手に使っていきましょう。ただあれつけちゃうと食べにくいと思うから、うん、ない時間もあった方がいいですよね、うん、ということで、じゃあまたね、あのちょっと面倒くさいけど流動食作るとこは慣れてもらった方がいいと思うんで、はいはい、作ってもらって、はい、でそれから5分休憩5分と2回やってもらいましょうか、はい、できれば 6g 多分用意されると思うから、はい、全部いけたらいけた方がいいですね。はい、わかりました。